こんにちは、シンクと申します。今回ですね、正月にですね、はい、こちらでございますね、会社員クロノワさんからいただきましたプレゼントがございまして、以前にね、あのクリスマス袋みたいなのをね、あの代替で買っていただいた方なんですけれども、今回もねプレゼントですってことでね、いただきました。いつもねありがとうございます。あのクリスマスの動画は、クリスマス袋の開封動画はまた後日ちゃんとね、あの動画はもう撮ってるんです。また後日ちゃんと開けますね。もうしばらくお待ちください。申し訳ございません。はい、ってことで、今回はですね、こちらになります。ほいで、ちょっと画角に入らないんですけれども、ほい、入んねえな。ほんと入んなかった。ちょっと待ってね、これ一回どけまして、はい、こちらとね、福袋、こちらはね、駿河屋さんの福袋、ファミコンジャンクソフト20個詰め合わせ3000円をね、これね、年末だったかなかなんかに買われてたみたいで、あのシンクさんに誕生日プレゼントですってことでいただきました。ありがとうございます。ほんといつもね、ありがとうございます。これはね、別動画でまた、10本ずつかな、10本でね、あのファミコン当てクイズね、これなんだしながらね、紹介していきたいなと思いますので、よろしくお願いいたします。その時またね、プレミア公開でね、あげさせていただきますので、ぜひともね、プレミア公開の方ではね、皆様ね、ワイワイとコメントでね、盛り上げていただいて、で、あの後日のあのプレミア公開以降のね、通常動画の下のコメントのところですね、そこではね、なるべくね、タイトルの方は書かないようによろしくお願いいたします。あとタイトルとね、あのお値段とかもね、書かないようによろしくお願いいたします。あのよかったなと思いましたら、このソフトこんなに入ってるんだね、よかったじゃんみたいな感じで書いていただければ大変嬉しく思いますので、よろしくお願いいたします。いや、このソフトばっかりはね、ダメだったよもね、そんな感じでやんわり書いていただけると本当にね、大変嬉しくございますので、よろしくお願いいたします。ではでは、こちらの先ほどのね、袋のソフト、こちらを開封していきたいなと思いますので、画面を切り替えていきましょう。はい、ってことで、会社員クロノワさんのね、ツイッターと、あと、チャンネルですね、YouTube されておりますチャンネルね、概要欄に貼り付けておりますので、ぜひぜひ皆様ね、まだチャンネル登録されてないやって方はね、ぜひ一本ね、動画見ていただいて、面白そうだなと思ったら、ポチっていただければ大変嬉しいございます。よろしくお願いいたします。メインはね、ゲームの実況なのかな、購入品が最近多いですけどもね、ゲームの実況とかもね、されておりますね。ぜひぜひそちらを見てあげてください。では行きましょう。まず一つ目、これはできないから、このまま出しましょう。はい、一本目こちらでございます。わ、ケースに入れていただいてありがとうございます。ファミリーコンピューターのおまきゅうですね、バンダイさんから出ておりますお化けの Q 太郎ワンワンパニックでございます。これ難しいんだよ、知ってる。でね、我が視聴者さんにね、主任サブローさんっていう方がいらっしゃるんですけれども、チャウオチャウオってね、たまに言うんですけどもね、このゲームきっかけですからね、チャウオチャウオって言い出すのね。あの、このゲームの中ね、チャウチャウ犬がいるんですよ。で、チャウチャウ犬がいて、とある実況者さんが、そのチャウチャウ犬がちょっとピンクがかってるからって言って、シンクさんに似たね、犬がいるみたいな感じのね、ニュアンスの言い方をしてからね、チャウオチャウオっていうね、あの、なんかよくわからないね、その単語ができましたね。ほんとやめていただきたい。ほんとやめていただきたい。めちゃめちゃ難しいんだよね、これもね。1面とか2面はそこまで難しくないらしいんですけども、なんかね、どんどん難しくなる昔ながらのファミコンのゲームだなという印象でございますね。はい、持ってないんです。ありがとうございます。続いてこちらですね。はぁ、これか。なるほどね。絶対私できねえやつ。いきましょう。はい、こちらでございます。プレイステーション2の、パネルクイズアタック25でございますね。アタックチャンスですよね。書いてた。アタックチャンス。大事な大事な。いやー、クイズできんのよ。難しいのよ。これパネルね、どんどんいっぱい埋めて、勝ったら勝ちなんだよね。CPU の方と自分って感じかな。なるほど。いやー。いやー、そうなんか。
よいしょ。あ、しかも説明書までついてるわ。ありがとうございます。わ、全然わからん。わかる、わかる、なんていうの、クイズとかあんのかな、私。テレビ番組はね、お昼時によくやってたので、見てはいたんですけども、ちょこちょこね。あ、すげえ。あれなんだね。アメリカ横断ウルトラクイズって、プレイステーション2にも出てるんだね。知らなかったわ。今初めて知ったわ。はぁ、あ、すげえ、チーズ、フォンダンショ、チーズフォンデュだ。機会があったら、視聴者さんとみんなと一緒にやりたいです。さあ、続いていきましょう。うわ、そっか。そうだ、言ってたわ。うわ、言ってたわ。はい、続いてこちらでございます。はい、バイオハザードですね。プレイステーション版のバイオハザードでございます。シークさん、バイオハザードね、バイオハザードの、なんだっけ、いろいろね、買ってるんですけど、いろいろ買ってはいるんですけど、買ってるやつもあるし、なんか勝手になんていうのかな、ひょっこり集まったやつもあるんですけども、バイオハザードのプレイステーション版を一番初めにやるから、バイオハザードのプレイステーション版の1がないからやんないよってずっと言ってたんですが、飛んできましたね、とうとうね。ずっと断り続けてたんですけどね。バイオね、怖いじゃん。私のね、バイオハザードって、小学生の時の、バイオハザードの、擦り込みがひどくて、怖いイメージしかないんで、ドーンって出てくるあの感じね。あとね、扉が怖いからさ、ギーってある感じね。とあるコストコのね、扉の音がね、バイオハザードだなと思ってるんです。今度ね、トイレで撮影するの嫌だけど、ちょっと今度トイレで撮影しようかな。めちゃめちゃバイオ感満載と思いながら、ギーって言うのよ。あれが怖くて怖くてね。いや、とうとう来てしまったか。バイオか。いつかやる？なんかね、バイオやってる人はバイオ怖くないよって言うんだけどね、やってない人からしてみればバイオは怖いんですよ。バイオハザードは怖いソフトなんですよ。私からしてみればね。機会があったらやりたいなと思います。ラストでございますね。ラストだね。そうだね。ラストでございます。これ嬉しい。ありがとうございます。ラストこちらでございます。はい。僕の夏休み3ですね。いやー、今年もこの夏ができますね。ありがとうございます。私ね、僕の夏休み3と、PSP の僕夏2だけまだ未所持でして、買わないとなと思ってて、ちょっと高いんですよね。もうね、僕夏3とかと PSP の2とかはね。だからね、なかなかね、手が出せてなかったんですけどもね、これ嬉しいですね。今年の夏はね、3をね、やりましょうね。ぜひともね。僕の夏休み3、北国編なんですね。小さな僕の大草原ってことで。へぇ、そうなんだ。お、なんかやってる。なんかやってる。なんかソリ見てる。草ソリみたいなのしてるじゃん。楽しそう。新しい僕の夏休みがやってきたということで、1975年夏、10歳の僕は、夏休みの1ヶ月、北海道の小さな町に住むおじさんの家に預けられますと。今回はあれなんだね、北海道なんだ。なるほどね。うわー、草原で寝てるじゃん。めちゃめちゃなんかいいね。かわいいわ。僕くんかわいいわ。いいじゃない。わ、すげえ、ネタバレやめてもろて。めっちゃ書いてる。めっちゃマップが書いてる。ネタバレやめてもろて。うわー、いいなー。うわー、楽しそう。なにこれ。アルプス一万弱小槍の上でかな。アルペン踊りをさあ踊りましょう。ランララン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 。びっくりした。なんで急に。ゴム飛び？あ、これ知らない。あ、ゴム飛びの歌は知らない。スイカはやっぱり美味しいぞ。何これ。知ってる人いるんだろうな。そのメロディーが全然出てこないわ。ごめんなさい。いや、うわ、楽しみだな。僕の、今年の夏の僕夏も楽しみでございますね。これをやらないといけない。はい。ということで、ありがとうございます。これ楽しみ。いや、これ嬉しいな。楽しみだ。やろうやろう。やろうやろう。よいしょ。はい。ということで、いかがだったでしょうか。今回はですね、会社員クロノアさんからいただきました。こちらをね、クロノアさんが、はい、どうぞと、プレゼントですいただいたものと、もう一つね、まだ開けてないんですけども、後日開けさせていただきます。ファミコンのジャンク詰め合わせ福袋20個入り3000円のこちらね、10本ずつね、多分こちら開封してると思いますので、
見逃さないためにもぜひともね見に来て、チャンネル登録並び高評価、あとねベルマークですねしていただければ大変嬉しく思います。そしてね、今回いただきました会社員クロノワさんのツイッターやチャンネルの、リンクはですね概要欄に貼り付けておりますので、チャンネル登録まだの方とかねぜひともね一度見に行っていただいて、チャンネル登録とかしていただけると大変嬉しく思います。ではではまた次回の動画か生放送もしくはねこのようなね開封動画見に来ていただければなと思います。ではではまたね、バイバーイ。